片付けております。早速この上のものをちょっとね、落とされそうなやつをって言って、汚いものをこの布団の上に置く、このミシンケース。あ、椎茸降りた。珍しく乗ってたのに。へへへへ。もう落とせるものはねえぜ。ここに僕のちょっとおもちゃというかね、おもちゃ的なもんは、これでちょっと、これがないとね、つっかえ棒が、つっかえ棒もいらんじゃいらんねんけどな。まあ、けど、まあ、一応、これで策的に。下もちょっと片付けたいけど、下はちょっとまだ、こっちからちょっと向こうに片付けたり捨てたりして、この上を、ほらゴミついてる、片付けます。ほい、片付けました。もう完全につっかえ棒もなしにして、こいつだけやね。こいつはね、重たいので絶対動かせないから、ここでまあベッド的にもなってるし、スペースをなんで俺の棚を喜んでるけど、俺の棚やぞ、俺の棚。よいしょ。棚を棚として使えないこの悲しさ。まあ、ここはね、僕の下着とかもろもろあるからどうしようもないというかね、まだちょっと今後要検討というかね。これちょっとこれの汚いの、汚いのおもちゃをどうにかせんとね。おう、ねえ、もう、ねえ、せっかく描いたやつもボロボロにされた。俺が悪いんやけど、ちゃんと置いてない俺が悪いんやけど。でですよ、でですよ、ちょうどね、ババン、毛布をね、もともと僕が2枚使ってる毛布の1枚やってるんですけど、まあ、もう寒さもなくなって、ずっとこのソファーに置いてね、しいたけはよく使ってたんですけど、まあ、これももう使わないということで、よし、ババン、これでどうでしょうか。ね、毛布をここに敷くと、来た来た来た、さっそう来た、うん、でこいつらもね、ここで広々と寝れるよと猫用のロフトになるよと、ほら喜んでるわ。あっこ悪さしさやな、あっこほじくりさやな、あのわずかな、まあ、毛布落とされてもね、別に僕はさすがに完全に猫の居場所になったね。まあ、夏やから毛布もいらんかもしれんけど、暑いかもしれんけど、まあ、夜中でもね、あそこに寝ていただければいいんじゃないでしょうか。危ない、危ない、危ない、そんなことしよう。さあ、あとはこっちの部屋を片付ければ良いかな。ということで、これでね、ちょっと物落とされる問題は軽減されるのじゃないでしょうか。多分ここら辺のがまた落とされるからね、ちょっとここは要検討ということで、まずは一番上、危ないところね。その僕だけならまだしもね、椎茸もよくね、最近夏になったんで毛布の中というか毛布の上に寝たりするから、椎茸の上にね、重たいもん落ちてきたら危ないから、僕はまだしも、まだしもやないけど、これで椎茸も無事に過ごせるんじゃないでしょうか。もっちゃん、もっちゃんチェックして、もっちゃんが一番行くんやから、君ら二人が出てるか。あ、これね、こうやって物を落とすね。こいつら、また上行く。おい、すごい。余裕で行けなかったな。完全。
コンスペースへと。というわけで、ちょっとしばらくね、楽しそう。こちらで様子見ていきたいと思います。